はそのサビットをさ、あの A メロのところでねピッチを変えたの。それどういう意図が？それはね、実はそのサビの方のピッチがそのキーに対しての5度なんだよ。でサビではそう出したいんだけれど、でさちょっとそのあれ良かったんだよ。あの一番最初の設定は、はい、実はほんのちょっと5度からぶら下がってる音程だったのね。はい、それってさ音程的には一番なんかそのなんていうの厳しいっていうかさテンションを感じる響きじゃない。なるほど、はいはい、だから逆に言うと頭の方は良かったの。ちょっと不安定な感じが、はい、こうピレが、はいはい、だけど逆にサビに来ると、その不安定さはいらないっていうかかえってなんか足引っ張っちゃうから、うん、そしたらここサビはもう5度ぴったりっていう。あ、そこに合わせる。そうそう、実はすごい感じてたサビあの音違うなって思ってて、でそれは弦の弦の響きのせいなのかなと思ってて、弦がちょっと揺らいでるから、うんうん、あの音程がちょっとなんかちょっと低いですよね。そうそう、低いの、低く感じ、うん、でもそのグリッチで出してるから、うん、音程感っていうか音感がないんですよ彼は。そうそう、相棒を攻めるでも、うん、でも自分に分かんないとこ全部知ってるので彼が、うんうんうん、その音感がなくてこれ言えなくてどうしても、でも、うん、ランダムで出てるもんだからと思って、多分言ってもできないって言ってますよね。そう、あんなが混ざったすごい気になってたあのピ